ビサイドマンが。よかった、幸運としか言いようがない。わずか 0.1 秒の差。ディサイドマンが、わしの総力を傾けたディサイドマンが、くそ。スペクトルマン、いやガモー・ジョージよ、どうするか見ていろ。何者かがこの辺りの地下に巨大な工場のようなものを建設した節があります。はっ、その点は目下捜索中です。先輩、はい。どうやら下の洞窟が通路になっているようです。一郎君もきっとこの奥でしょう。行ってみましょう。いいか、一郎君をどうしても探すんだ。大勢の人が期待している世界選手権、その試合ができるかどうかは諸君の努力にかかってるんだ。頼むぞ。ところでガモは、あ、ガモのやつ例によって行方不明でして。先輩、おお、ジョージ、貴様無事だったか。心配かけてすいません。あ、先輩ちょっと。んボス、どうやらここが宇宙エンジンの本拠地のようです。え、何、宇宙エンジン。はい、かなり危険はあると思いますが、やってみます。了解。はい先輩。ん、進行。はい。あ、おい、どうした。いや、どうも妙な男だ、ジョージってやつは。なぜ。あいつがいなくなるとスペクトルマンが現れる、スペクトルマンが消えるとジョージが帰ってくる。おい、ナンバークリックに行ってるか。あ、はい、すいません。くそ、スペクトルマンのやつ 2.48 秒でフラッシュを放っちゃいよった。ラーイ、貴様が余計なことを喋るから奴に先を越されたのよ。すいません。ですがディサイドマンの方も 2.48 秒、相打ちにならなければおかしいのに。そこよ。奴はジャンプし回転してきた。そのためフラッシュに勢いがついて一瞬早く相手に届いたのだ。なるほど。敵ながらあっぱれなやつ。それに比べて貴様というやつは。申し訳ありません。謝って済むことではない。ですから今度このラーが命に代えてもスペクトルマンのやつを。ラーよ、その言葉に嘘はないな。はい、よかろう。では最後の決め手。先輩、ガモとウタは向こうだ。アリトトリはこっち。何かあったら合図しろ。いいな。はい、はい、気をつけろよ。お前、スペクトルマンと特別な関係があるのか。なんで先輩、急にこんなところで。いや、さっきから考えてたんだけど、もしかしたらお前スペクトルマン。いや、そんなことはないな。お前のようなおっちょこちょいがスペクトルマンのわけがない。先輩、今日俺少しおかしいな。本当、どうかしてますよ。サイボーグに殴られたんで、どうかしたかな。やっか。え、キース。力じゃダメです。これだ。これはすごい。これがジョージのやつが言う宇宙エンジンの本拠地なんですね。よし、待て。さっきも言ったように、ピストン機の内を救い出すのが第一の目的だ。そのこと忘れるな。わかってます。
しばらくの辛抱だ。お前にディサイドマンの、つまりはピストン起動口の中枢神経を移し替える。必ずスペクトルマンに勝つために。さらに怪獣 G メンが2名工場に潜入しました。ガモジョージだ。いえ、ガモはいません。そんなものお前たちで始末しろ。先輩、コウモリですよ。何が？それにしても気味悪いな。あ、木戸口。やっぱりそうか。どうした？何が分かったんだ？中枢神経をそっくり抜かれてるんです。運動選手としての優れた能力だけを怪獣に移し替えたに違いありません。そうか。なんてひどいこと。もしガモーさんがスペクトルマンだったら、お兄ちゃんを助けることができたんだけどね。先輩、木戸口さんはスペクトルマンと戦わせるために殺されたんですね。スペクトルマンがいなければ木戸口さんは殺されずに済んだんですね。何言ってるんだジョージ。人魚のようになってな、中枢神経をすっかり抜かれたらしい。え？中枢神経を？そうか。あの動き確かにピストン木戸口に似ていた。あのラーとかいう猿の化け物。どこで？どこであったんです？この奥だ。それにこの奇妙な洞窟、このままに放っておくわけにはいかん。奴らものともぶってますぞ。いや先輩、奴だけは、ゴリだけは俺の手でやらせてください。お願いします。どうしたんだジョージ。お前今日少しおかしいぞ。行かしてください。ダメだ。あれと爆破装置を持ってこい。了解。先輩、お願いします。おい、ジョージ。ふう、よしな。その動きなら失敗することはあるまい。エンジン爆弾だとして必ず後の世に伝えるから安心せい。博士、長い間お世話になりました。必ずスペクトルマンと差し違えてご覧に入れます。頼む。お前だけが頼りのわしだ。ひどい博士だと恨んでもいい。地球征服というわしの願いの犠牲になってくれ。はい。時限爆破装置スイッチに点火しました。爆発まであと2分です。よし、緊急退避。はい、はい。そうだ、あいつらは一筋縄では。よし。ジョージ、ガモ、どこ行くんだ。危ないぞ。来たな、ガモ。
最後の戦いだぞ。覚悟はよいか。さあ、おい。兄ちゃんと僕はたった二人っきりの兄弟なんだ。行くぞ。待ってくれ。グータかスペクトルマン。違う。お前を倒し、この地球を守るのが俺の使命だ。だが、どうしてもしなければいけないことを思い出した。すまんが一時の時間をくれ。なるほど。死んでゆく身には心残りだろう。よかろう。だが、約束を破るなよ。逃げるなよ、スペクトルマン。逃げはせん。夕日が西に沈むとき。待ってるぜ、ここで。次郎君、スペクトルマンは僕なんだ。君の兄さんはね、僕と戦うために殺されたんだよ。賀茂さん。あ、次郎君、頭の方は大丈夫だよ。こんな気がへったらだよ。うん。それで兄ちゃんは？ごめんよ。君の兄さんは男らしく戦って死んだ。君も大きくなったら勇気のある立派な人間になってくれ。兄さんの仇はこの俺が討つ。もし僕が来れなかったら記念にこれをあげるよ。じゃあ。賀茂さん、どこ行くの？兄さんの殺された場所さ。賀茂さん、怪我してるんじゃない？そんな体で。僕のことは心配いらないよ。男にはね、どんなに辛くてもしなくちゃいけないことがあるんだよ。今に君にも分かる。さよなら。さよなら、アルト先輩、太田さん、ヒロミ君、みんないい人だった。え、ジョージが？うん、急がなくちゃ。じゃあ私連絡します。頼む。はい。何、賀茂は生きてた？本当か？直ちに奥多摩に向かいます。奥多摩か。よし、我々も行こう。はい。お姉さん、僕も連れてって。うん、いいわ、じゃあ早く乗って。しっかり捕まったら。うん。レベル71、返信願います。お願いします。ネビラ71、どうしてもゴリと戦わねばなりません。お前は死んでもいいというのか？はい、それが私の使命ならば命を懸けても。了解、スペクトルマン。もはやガモウジョウジに戻ることは許されない。はい。もうこの顔とも会えないんだな。変身せよ。
目が見えない。スペクトル、はい、ブッ、ガムはどうした？僕たちも今着いたとこなんです。そうか、行ってみましょう。起こす。あ、ほらスペクトルマンだ。スペクトルマン、ジョージのそばに必ずスペクトルマンがいる。ガモのやつ、この辺りにいるかもしれん。探してみましょう。よし、行くぞ。はい、それどうしたんだ。うん、ガモさんにもらったんだ。明日になったら開けてみろって。そうか、ガモ、やっぱり君はスペクトルマン。今度はスペクトルフラッシュだろう。 2.4 秒をたとえ 2.3 秒に縮めたとしても、この武器だけは考えつくまい。さあ来い、スペクトルフラッシュ。なぜだ、なぜラーがあんなに落ち着いてるんだ。あいつは俺のフラッシュを待っている。なぜだ。スペクトルフラッシュを破る方法があるというのか。私の望みは失われた。待て、ゴリ、貴様は死ぬつもりだな。やるな、スペクトルマン。地球政府という夢がなくなった以上、わしの生きる望みはない。殺せ。待て、宇宙の偉大なる科学者としてのお前の力、私はそれが惜しい。それを平和のために役立てようとは思わないのか。宇宙を追われ、ラーを失った私には生きる望みはない。待て、ゴリ、よるな。さらば、スペクトルマン。さらば。ガモさん、これ大事にするよ。大きくなったらガモさんみたいな人になるんだ。お兄ちゃん、ネビラ71、スペクトルマン帰還します。さようなら、スペクトルマン。ありがとう。スペクトルマンだ。スペクトルマン。
動兵してもらう。しかしスペクトルマンが生きている限りガモンも無事に違いない。そうだわ、ガモンさんっていつもそうだった。いつかひょっこりとすまんすまんとか言って現れるぞあいつ。うん、風を追った身をネビラ遊星に運ぶスペクトルマンの心はしかし安らかであった。人類に英知のある限り、そして何よりもその心の美しさのある限り、美しい地球は決して滅び去ることはないだろう。新番組解決ライオン丸。日本最高の忍者家臣小路に育てられた若者たち、獅子丸、沙織、小助、3人の行く手には不気味な黒雲が渦巻いていた。大魔王ゴースンである。ゴースンは家臣小路の暗殺をオロチに命じた。我らの忍者獅子丸が変身する解決ライオン丸第1話、魔王の使者オロチにご期待ください。Bye.